日本最大規模の護衛艦出雲と、加賀の F-35B 戦闘機艦載改修工事が、急ピッチで進められています。護衛艦出雲は認証取得し、あとは、加賀の改修を進める準備がされています。今回は、F-35B ステルス戦闘機を宮崎県新田原基地に決定された経緯。お詳しく見ていきますね。馬毛島との兼ね合いもあり、対中国を念頭に置いた配備計画ですよね。早く F-35B 戦闘機が配備されないか、頼もしいですよね。2020年7月、現在、航空自衛隊で調達が進められている F-35 ライトニング2B 型戦闘機について、宮崎県の固有軍神富町に位置する同隊、ニュータバル基地への配備が行われる方針が具体化している。報道によれば、7月15日に宮崎県及び隣接する自治体に対して、防衛省側が正式な説明を行うとされており、同基地に新設される予定の1個飛行隊に、最大で20機ほどが配備される模様だ。これまでに、航空自衛隊では、総合計で、42機の F-35 ライトニング 2B 型を調達する予定となっているが、すでに、2021年4月には、岸防衛省が、新田原基地を、有力な配備先に挙げており、規定路線ではあった。新田原基地への F-35 ライトニング 2B 型の配備は、2024年度6機、翌2025年度に2機と、段階的に進められる模様で、最終的に、1個飛行隊の定数である、20機まで拡張されるものとみられる。F-35 ライトニング 2B 型は、アメリカロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機で、短距離離陸、垂直着陸が可能な機体であるため、護衛艦、出雲、加賀の航空母艦加賀の艦載機となる。今回、日本で初の F-35 ライトニング 2B 型が新田原基地へ配備される方向となっているのは、広島県の呉を母港とする護衛艦、加賀や今後基地が設置される予定の鹿児島の馬毛島との地理的な近さが大きいだろう。現在、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際には、その艦載機は、山口県の岩国基地に駐機し、小笠原諸島の硫黄島まで飛行して、陸上での FCLP、模擬着艦訓練を実施しており、馬毛島が、その代替地となっている。ただし、FCLP、模擬着艦訓練は、頻度や期間から見た場合、極めて限定的なものであるため、馬毛島の恒常的な活用方法としては、海上、航空両自衛隊の基地を設置することが検討されている。行政上で、馬毛島を管轄している西之表市では、FCLP、模擬着艦訓練反対派の市長が当選しているため、過疎化対策も、有国の意向に賛同している、鹿児島県や周辺自治体との間で、齟齬をきたしている状況だ。こうした政治的な状況も起こり得ることを踏まえた上で、今回の宮崎県の新田原基地への F-35 ライトニング 2B 型の配備は可能な限り地元自治体への理解を求める方向性で進められていると見て良いだろう。尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛には航空自衛隊では沖縄の那覇基地に配備された F-15J イーグル戦闘機が最前線で対峙する形だが、最悪ここを攻撃された場合のバックアップの役割も、馬毛島には期待される。さて、護衛艦、出雲、と、加賀、は、航空母艦化の改修を順を追って施されているが、これが完了した後も、常時 F-35 ライトニング 2B 型を搭載する運用ではないと、日本政府からは説明されている。個人的には、これは、常時、航空母艦として、出雲、加賀、の両艦を運用することへの批判を抑制するためのコメントであり、あくまで攻撃的兵器だと、
揶揄する勢力に向けた方便のようにも聞こえる。まあ、出雲、加賀、の航空母艦化が推進されたこと自体、かつての戦後日本の政治状況からしてみれば、大きな前進かもしれないが、あらかじめ、兵器の運用に条件を課すというのも、実におかしな話ではないだろうか。それはさておき、出雲、加賀、だが、出雲、は、まず、2020年に、最初の改修が完了し、次に、2025年頃に、2回目を行う2段階で進められており、来年2022年に、アメリカでの運用承認を得る見込みだ。一方の、加賀、は、2022年にまとめて、大規模改修を施し、2024年頃に、アメリカでの運用承認を得るものと予想されており、その後の調整を経て、両艦とも、2027年頃から、実際の運用に至ると考えられる。今回の、ユータバル基地への F-35 ライトニング 2B 型の配備は、2024年度からが予定されているため、航空母艦化改修と並行して行われるとみられ、その頃には、馬毛島の活用も、もっと具体化しているだろう。護衛艦、出雲、神奈川県の横須賀を母港としているため、今後は、今回と同様に、関東地域の基地への F-35 ライトニング 2B 型の配備が発表されることになるのだと考えられる。現在の航空自衛隊の1個飛行隊は、前述のように、20機を定数としているため、ニュータバル基地と関東の基地に、それぞれ1つずつの飛行隊が配置され、20機と1機の予備の2つの飛行隊で、42機を分けると思われる。ただし、現状 F-35 ライトニングには、その高度なステルス性能から、中国軍に対する優位性を発揮するとされているが、早晩これを探知可能なレーダーが配備される可能性も高く、予断は許されない。そうした場合に備えて必須となるのが、射程距離 1000km 以上の長射程の空対艦ミサイル、地対艦ミサイルだと思われるので、国産の12式地対艦誘導弾、改めのさらなる改良が、鍵となるだろう。すでに、12式地対艦誘導弾、改めの改良には、今年2021年度から2025年度までにおよそ400億円弱の開発予算が投じられることが決定しているが、敵基地攻撃能力云々といった妨害を受けないことを祈りたい。